きチャンネルこんにちは。さあドラフト戦略、今日は埼玉西武ライオンズ編です。はい、最下位からの逆襲です。はい、まあ昨年はね、竹内、上田、杉山、成田、宮澤、村田、糸川と、7人中6人ピッチャーっていうところでね、取ってきて、まあ散々たる成績、ダントツ最下位でした。ただまあ1位の竹内君はめちゃくちゃ頑張りました。西武じゃなかったら14勝ぐらいするかもしれない。そうですね、最多勝狙えるぐらいの位置にもしかしたらいたかもしれないね。村田レオン君もあんなね、必死こいてやらなかったらもっと良かったかもしれないのにね、もったいない。でも俺西武の位置知ってる。知ってます。知ってる。なんかネットでは佐々木麟太郎行くんじゃないかみたいなの出てましたけど、そこはね。そんなことあるんですか。ありましたよ。出てましたよ。はい。1位行きましょう。はい。で1位。はい。いいですか。はい。多分ね、皆さんはわからないと思うんだけどね。第1回選択希望選手、埼玉西武ライオンズ、宗山塁。おお。そこ。内野手。明治大学。お、そこ行きます。そこ行くのか。行きます。10年に1人の逸材。でもですよ。10年に1人の逸材のショートじゃないですか。源田選手いますよ。別にもう、セカンドでもサードでも行かせるから。宗山。宗山セカンドを守らせて、アプロパンチをサードで守らせて。もあるし、宗山をサードに行かして。っていうのもあるし。それはもういろいろ使い方あるから。でも確かにね。もうやっぱ。今に打撃が一番いいアマチュア誰ですかってなったら、もう宗山になるじゃん。もう一番いいの取ろうっていう。宗山行かないで誰に行くって話だよ。1位西川君とかどうですか。青山学院大学、西川君。いや、宗山より打つんだったらそっちでもいいけど、でも夢を実現とするスラッガーっていう。いや、まあ実現してから。まあでもやっぱ打撃ではやっぱ宗山君が1位ですか。まあそれはそうですね。やっぱり当たってきてる大学も違いますし、彼のバットコントロール能力、この前のホームランもそうですし、高いものがあると思います。はい。で、まあね、サードも埋まらんやん。全然。別件ね。別件、まあ佐藤龍星が頑張ってた方だからね。結果ね、なかなか難しいやん。で、まあ外野は昼間ね頑張って。で、西川俺来年来ると思うね。いい感じでやってるから今、これを生かして来年グーって来る可能性あるから、俺何気に西川は期待してんねん。昼間西川って考えたら、内野より期待値が高い外野の方がまだ多いねん。だから内野はもうちょっとどうにかしないといけないっていうところで、なかなか目立った活躍できてないのと、しっかりとしたレギュラー候補いないから、ここで一発宗山君取っとくと、まあ源田が怪我した時もいけるじゃん。まあ確かに。もう今源田怪我したらショート誰やる問題だからね。確かに、まあ年齢もいい年になってきてますからね、源田選手もね。だから俺は何気にもう宗山1位でいいんちゃうかっていう。あ、確かにな。確かにショートの貢献に後を継ぐっていうところと考えてもいいかもしれないですね。いいバトンパスできると思うね。ね、10個ぐらい離れてると思うんで、私も。ああ確かにな。ここは一発勝負で。で外野はここ最近でもドラフト1位で取ってるから、ね、であとはまあ外国人、だからまあ外野を取らなきゃいけないのは取らなきゃいけないんだけどね、でもう1位はもう一番いい野手でいいんちゃうかと思ってる、俺は。確かに、そしたらまあ宗山君かな。宗山君がやっぱり来ると思いますね。でピッチャーは総崩れしちゃったからね、今年ね、そこら辺若干痛かったけど、高橋光成が0勝11敗になると思う。そうですね。思わんやん。でもまあ先発でいうと渡辺裕太郎がね、今年ホップステップジャンプのホップぐらい来て、来季ローテーション入ってくるでしょうと。で高橋光成はまさか今年ポスティングせえへんやろと、まさかね。そうですね。で隅田でしょ。でちょっと松本は先発リリーフを行ったり来たりから本人難しかったと思うんで、調整だから来年はまあどっちかに絞らせてちゃんと練習させた方がいい。で竹内でしょ。あとはまあ肌ね、もうちょっとフィールディングちゃんとやろうっていうねところで、今いいでしょ。あと菅井投手も出てきましたよね。そうだね。であとは青山とかねっていうところもあるし、どっちかっていうとなんかリリーフ薄かったな。だから平いて、某高橋もね、結局最後なんかリリーフみたいなね、うん、感じになったけどね、まあ、両方だから両方やりだすと調整難しいからね、うん、そこら辺はどっちか一つに絞ってっていうところはあるけども、うん、そんなもんあとはもう来年取った選手とかね成長させなきゃいけないし、はい、そこまでがっつりピッチャーは今年いかへんだろうって取ると思うけどね、はい、まあ、去年こんだけ取ってますからね、うん、野手もねドラフトは取ってるんだよ、はい、取ってるけど見込みに合った成長してないだけなんだよ。だから最初山賊打線っていう野手ばっかりだって、まあ、ピッチャー全然おらへんやないかヤクルトと一緒やないみたいな感じだったのを、うん、そこを整備してドラフトピッチャーを多めにして、はい、でピッチャーが育ってきた、うん、だ、まあ、抜ける選手もいたけどもで次野手が足りなくなったから野手も取ってんだよね、はい、だって近年でいうとドラフト1位でベッケンと広間行ってるからね。確かにそうですね。そういう球団珍しいんだよ、うん、野手そんな頻繁に1位で行くっていうのね、うん、はい、でもそれでも行ってるわけよ、うん、でも行ってるけど成長しきれないっていうね、うん、ところの苦しさがあるからあれだけど、うん、だから1位2位は野手でもいいと思うけどね俺両方、うん、使えそうなすぐ、はい、外野いる？いやもうこれはもうちょっと前回佐藤さんがちょっとポロって言っちゃいましたけど、うん、富士大学麦谷祐介君、いやこれはいいと思うんですよね。彼いいっすよ。じゃあドラにでいいと思います。だから下から取れると思うんで対面取れると思うんですよ。2位と3位では行っときたい野手で欲しいんだったら行っときたい候補かなと思いますね。常廣君からね逆方向にホームラン打ってますから。そうなんです。下村君ゴロも打ってるんですよ。でめちゃくちゃ足速くてリーグの盗塁王も5回取ってるんですよ。俊足、強肩、強打っていう感じなんですよ。これなんで私が推してたかっていうと、また仙台出身で、なんと小学校から楽天スクール通って、なんと中学校から楽天シニアの1期生、ちょっと楽天にも入ってほしいなっていう気持ちもあったけれども、でもまあぴったりっていうのはやっぱり西武かなっていう感じがしますね。僕去年のリーグ戦の時からタウナーミニッツの試合があって、彼が出てたんですよ。で、左中間に打って三塁でヘッドスライディングしてわーってこうチームを盛り上げてる様子が学生時代の源田君によく似てたから、こんな感じの選手が育ってほしいなと思って、そこからマークしてる1年越しの愛なんですよ、この西武に対しては。ちょうどね、チームがいろいろがたついてる時に彼みたいな子が入ってくれたら西武は勝ったに変わると思うんですよ。麦谷君結構西武にぴったりだと思うな。めちゃめちゃいいと思います。富士大学ですし、やりやすい環境ですし、本当に走攻守三拍子揃う外野手っていうね、これいいんじゃないですか。静岡はもう捨てた。静岡ももう資料がバラバラバラっておっしゃってる。静岡もありますよ。私宮城県出身ですマリの。あれだけど。静岡もピックアップいるんですけど、佐藤さんのここが欲しいっていうのに合う人がなかなかまだ出てこない。なかなかいないの。まだ出てこないです。結構高校生の若いピッチャーとか準備してるんで。ああ、そうなの。西武はもういらない。西武はもう西武は去年高校生で杉山大で取ってんだから、今年も上位で高校生取ったら俺何やっとんねんって話になる。俺じゃあ4位言って。4位。第4回選択希望選手、埼玉西武ライオンズ山田健太、4生命内野手4生命どう超即戦力いきますか。立教の時にね、そういけなくてね、日生行ってどういいんじゃないですか。よくない取れたら内野やしね、いるやん西武としたら。結局西武もさ児玉とかさ、滝沢とかさ、ちょっと小粒でスピーディーみたいな感じだからさ、そのこの山田183センチね、プロ野球の平均身長よりは若干高めだからね、いい感じで、この宗山山田の左右でドラフト3位でもいいけどね、3位西武に推したいピッチャーいるんですよ。じゃあ高校生です。未来型。何位何位。3位か4位ぐらい取れたら取ってほしいなっていう。そんな早めにいらんで高校生のピッチャー。一応ね、これなんでかって聞いてもらって。名前言います。福岡大大濠高校の柴田レオ君。おじいちゃんが西武ファンでレオってつけてます。これね、シュンペーター2世って二刀流とかも言われてるんですけど、彼はピッチャーとしての能力、体の強さっていうのは十分なくて、もうシュンペーターを逃したソフトバンクがずーっと追ってるらしいんですよ。シュンペーターはなんでルチア逃したんやと、オリックスに取られたと、もう7人体制ぐらい取ってるらしいんです、これ。この西武ファン。だって柴田レオのレオが獅子って書くから。そうなんですよ、おじいちゃん。でもちょっと村田レオン君とちょっと分かんなくなるようです。獅子ね、確かにね。これもしかしてソフトバンクが早めに取っちゃう可能性もあるんですけど、本当このピッチャーです。186センチ85キロ、体もしっかりできてて、だからまあ1234でピッチャー1人足を3人やな。ピッチャーはじゃあ高校生でもいいっていう感じ。そうだね。でも上位でそこまで上位ではいらないと。そこまで上位ではいらへんやろ。そうですね。今やっぱり今の先発陣も結構若いですもんね。そういるからね、正直ね。あんまりベテランピッチャーいないですしね。西武でいらないですか、もう一枚。もう一枚ピッチャー。高校生。海で。お、じゃあでも未来の大宮のチャップマンいらないですか。チャップマン日本にいた。大宮のチャップマンがいたんですよ。どういうことですか、チャップマン。チャップマンなんですよ。はい、これね。大宮東高校の藤君って、これね、去年僕藤君の話したと思うんですよ。ちょっとスリークォーター気味からね投げるサイドですかね、左で186センチ78キロ、ちょっと肌くんみたいなタイプなんですね。未来型としては彼のやっぱりバネですね。ピャンってしなやかな感じでピュッてくる球が、これワンチャン面白いんじゃないかな。大宮ですし、大宮出身の藤君ね。藤君いいですね。今即戦力野手取って若いピッチャー取って、また未来に向けてのピッチャーへの成長させる。彼は多分ね絶対下位に残ってると思うんで、はい1枚。じゃあ5位とか6位とかで藤井君、西武のために。はい、じゃあ宗山麦谷だね。はい、この辺りに来てくれたら、ちょっとこれ本当にでもなんか来そうな感じあって、これね宗山麦谷だったら神ドラフトです。S です。S でも去年も竹内上田行ってっから S で。確かに S ですよ。でもなんかこの宗山麦谷は本当にリアルありえそうな感じがして、これ当たったら相当すごいですよ。宗山麦谷、獅子、チャップマン、レオンあるな。左右のバランス。山田忘れた。山田君ね。もう完成じゃないですか。完成。ね、ドラフト。めっちゃいいよな。神ドラフトですよ。そう。これで支えていこうよ。ね。これいける気がするな。お、ドラフト見るのがこっちがドキドキする。来い。どんな見方やねんって。いや、分析が当たってるっていうね。そう。いや楽しみだな。ね。はい。これができたらワンチャン挽回あるよな。ありますね。また面白みもあるしね。ね。楽しいと思います。はい。やっぱり今必要なものが。そうだね。いや楽しみだな。ということでライオンズファンの皆さんどうですか？